カモフミヨシです。ギターピッキング動作を可視化し、リズム練習ができるメトロノームについて発表します。はじめに、どうしてこのような研究を行ったのかというと、音楽って明らかになっているようでいて、全く明らかになってないことが多いんですね。暗黙知が多いと言われています。例えば、ここに挙げた例とかは全部そうですね。本当のところはよくわかってないんです。プロが自分自身でよくわかってないんだから、プロを目指す人はもっとわからないんですよね。これが全世界的な大きな課題だというふうに考えています。数学的に拍を分解するリズムも、実際のところ多くのプロは幼少期から楽譜を読む訓練をしています。自分がなぜリズムがわかるかが本当はわからない。自分がなぜ楽譜を読めるかが本当はわからないということも往々にしてあります。さて、ロックギターの世界的アーティストは、やっぱりディープパープルですね。名曲ハイウェイスター。ギターソロはギターキッズの憧れです。弾けるようになるまでは大変な練習を必要としますが、ちょっと練習しないとすぐ弾けなくなってしまいます。この曲ですね、検索などでぜひチェックしていただきたいんです。いろんな時期でのハイウェイスターのソロを聴いてみると、どれもかっこいいんですけれども、そこにはプロでも変化があるんですね。能力の維持とは難しい部分がありまして、特にギターは右手のピッキングが劣化しやすいととても言われています。僕も毎日毎日能力を維持するための練習をしてるんですけれども、たまに思うこともありまして、自分の人生ずっと維持するための練習をし続けないといけないのかと。何歳になっても、もしこのエアギターのように簡単に弾く方法ってないのかと、そのようなことを考えるようになりました。そんな背景もありましてですね、アプリ、グルーブトラッカーを考案しました。このアプリは、ピッキングのリズムをメトロノームと楽曲とともに記録して、スタディログとして保存、可視化して練習ができます。また自分の好きな楽曲を再生して、そのリズムに合わせて練習をしていくことで、個別最適化された練習ができるというものになっています。ギターの弾き方もですね、実はいろんな主張がありまして、例えば体を鍛えてですね、腕全体のパワーで、こうやって弾くという考え方もあるんですけども、僕は実はこういう考え方を取りました。まあ、手首を稼働させるっていう、よく、まあ、教則本などに載っているやり方もあるんですけれども、人差し指をですね、ゲームの連打のように稼働させるっていうことを考えました。で、これ、グループトラッカーソフトなんですけれども、僕はこういうふうにしてやってます。こうやってメトロノームありまして、こうやってゲームの連打のように、こうやってレコーディングができます。で、こうやってレコーディングするとですね、自分が弾いたものが指の軌跡とともにこうレコーディングされて、で、オリジナルのメトロノームが生成されます。で、このメトロノームに合わせて練習します。人差し指をこう連打するかのごとく、この方法に活路があるのではないかということを、現場の体験から感じていました。さて、大事なことはですね、このアプリにはいろんな機能があるんですけれども、やはり僕の最大のこだわりは、この人差し指のピッキングをどうやってマスターしたのかっていう点なんですね。連続的動作っていうのは目に見えないので、音で聞いてもそれが人差し指が活用されてるかどうかってわかりませんし、動画で撮影してもほぼわかりません。そこで実績のあるモーションセンサーのデータを利用することとしました。このようなものですね。このモーションセンサーは、まあ、様々な国際会議で発表されて、精密な実験による信頼性が保たれているものです。で、人差し指を活用したアクセント奏法を12名に指導いたしました。どんなものなのかっていうとですね。こういうような演奏なんですけれども、これをですね、アプリを使ってレッスンした A 群6名、アプリを使わずに従来の教え方、レッスンをした B 群6名に分けて、それぞれこのモーションデータを記録しました。
さらに、プロギタリスト3名のデータも別に記録しました。で、それぞれ比較してやってみたんですけれども、まあ、学生を A 群、B 群に分ける際のやってみて予想外だったことはですね、かなり体力勝負だったということですね。授業の段取りは決められた通りに実施して、レッスン時間もどちらかが差別にならないように教室を走ってですね、タイマーで測りながら実施していきました。で、そして全員に今の人差し指を活用したアクセント奏法に挑戦してもらったんですね。で、微笑ましかったのはですね、この写真のようにみんな真剣にスマホで練習してたので、スマホがギターにくっついてたらいいなというふうに思いました。このデータを分析したところ、プロギタリストというのは、この人差し指を活用するときに、手首の海外運動っていうのを利用してるっていうことが分かったんですけれども、A 群のアプリでレッスンした学生6名中3名にはその傾向を見出すことができて、B 群の従来の方法でレッスンした5名にはその傾向を見出すことができませんでした。もう一つですね、このグルーブトラッカーで挑戦した暗黙知があります。楽譜を見て演奏する初見っていう技術があるんですけれども、僕は今まで音楽を教えるときに、見たものに反応して弾くようにというふうに指導してきたんですね。まあ、パターン認識的な指導って部分もあります。で、楽譜の初見のレッスン方法としては一般的なものだと思います。しかし、リズムがわからない人にとってはですね、ここに書いてある2種類の譜面、ブルースリズムとラテンリズムって似たようなものなんですけど、とても難しいんですね。これを目で見てたとしても、この2つの譜面の差別化をして弾き分けるっていうのがとても難しいんですね。その時に、実は、このアプリのですね、機能がありまして、このですね、中央に円があるんですけども、この円ってこう移動できるんですね。で、このリズムとか楽譜とかを考えるんじゃなくて、この線から線までを目で見て、これを移動することだけを意識して練習しましょうっていう、教え方をしました。こんな形で教えました。そしたらですね、楽譜のことは意識させないでアプリで練習させたら受講者のリズムを改善させることができました。著名なプロミュージシャンにこのことをインタビュー調査も行ったんですが、このアプリの有用性について評価をいただきました。アプリの反応速度に関しては、アプリでピッキングした時と楽器で実際にピッキングした時の感覚はほとんど合っているということの確認ができて、また跳ねるリズムをグラフィカルに解析できるということは、トレーニングする上ではとても有効と考えられるとコメントいただきました。オンライン授業で楽器を教える場合っていうのは、生徒のリズム感や先生のリズム感が Wi-Fi のパケットロスで伝わらないこととなるんですけども、このアプリは可視化されているので、レッスンで使いやすいというような評価をいただきました。水野さん、忙しいところありがとうございます。はい、ベーシスト水園翔太郎です。こんによろちしくおは。願いします。レコーディング。はい、レコーディング。しますと、はい。で、メトロノームオン。はい。で、これ可視化できると。はい。ですね、はい。大体合ってる。おお。弾いてくれてる相手の、まあ、生徒さんが、はい。今どんな感じなのかっていうのが耳で聞き分けられない時、やっぱこのグラフィカルなものが出るっていうのは、あ、やっぱりさっき思ってたんだけど、ちょっと突っ込み気味だよねっていうのをこう可視化できるのはやっなぱるいいですほどよね。ね。なんかね、オンラインで演奏を聞くとパケットロスして、たまにこうリズムが正確に運ばれてこないことあるみたいあなんるですよあるあね。るある。だから先生弾けてますよって言って、でもこっちは機嫌な顔になると、なんかあったって言うと、途中止まりましたとか言われて、とにかくオンラインはなるほど。Wi-Fi 命なんで、確か できてないと何もかドアが閉まっちゃうから、そうですよね。そっか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 。ポップスから始まって、今の、まあ、アニフォンからボーカロイドまで全てですけど、リズムは年々濃くなってますよね。そうですね。確かに。そんな中、トレーニングする中では、これはとっても有効だと思いますよ。ありがとうございます。大変ありがとうございます。いい意見ありがとうございます。あ、うまい。これさ、これでも本当に、このど真ん中をずらして、このことはもう鴨先生は紹介してまるだしてないんです。水野さんが史上初ですよ。これど真ん中にすると、そうなんですよね。
そうなんですよ。何にもこれ普通に8分音符、はい、これを、まあ、1.5 の感じにするのか、はい、をじゃあこれが3連だよってこれを理解できない人に、はいはい、タカタタカタをそうなんですね、うまい。これがもう一個上がるとまだ僕がだからハードロックで衝撃を受けたのはこのはいはいはい、あのタウンだ、はい、あとはタタウン、タタウン、まあ、レッドゼッペリンとか多いのがチッカンタタンタタン、あはい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 、そうですね、タタウンタタウンタンタタとタン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 タタンフッタタフタンタタンパパーンとパパーンに衝撃を受ける、はいはいはい、取れないですね。でラテンでねタウンタ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 をこれもグラフィカルに分かるところが、そうなんですよね、うまい。はい、最初に理解するのにとってすごくいい。そうなんですよ。だからベースのねやっぱり弾くとなるところで物理的な制約があるかなと思って、うんうん、もうベースまだ指の力とかなくてもこれできるんじゃないかなと思いましてね、それでちょっと作ってみました。グラフィカルにできて遊び感覚もあって、うん、タウンタ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 ウンタタウンタ、あ3と1なんだっていう、はい、この感覚は掴みやすいと思いますね。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、今回ですね、論文執筆の過程でできたことは、学習者が指導者の意図に従って演奏方法の変更を試みたことを運動データとして客観的に計測できたことです。また譜面で読むと読みにくい3連のリズムをグラフィカルに把握して数学的に拍を分解して音符の種類を学習するというところから始まっていくリズムの学習方法に新しい手法を加えることができたということです。また、人差し指を使ったアクセント奏法を実施できるようになっている被験者が参見されることになります。今後やっていきたいということは、このメトロノームを使ってですね、機械のメトロノームではなく、この身体から発生させたメトロノームで実際の音楽作品を作った場合に、その作品に対する主観評価でかっこいいと言ってもらえる人を増やしたいということや、アクセント奏法だけじゃなくて、超早弾きでも人差し指が有効であると示したいと考えています。私は工学博士を目指しているので、演奏工学という新しい概念を作り出したいというふうに考えています。このアプリは6月に発売されていますので、この実験で得た内容も製品の価値に加えていきたいと考えております。これで発表終わります。最後に言ってくれた個別の質問は後でゆっくり答えてほしいんですけども、最後にまとめてくれた演奏工学っていうのは、補足すると人間による演奏工学だよね。で、それをやってる人って多分現役としてね、今の現状としてやってる人って多分ほとんどいなくって、はい、そこはなんか鴨さん無敵だなっていう感じがするので、もうなんかバリバリ頑張っていただきたいなって思いました。私が印象的だったのは老化すると弾けなくなるとかね、今例えば若い頃流行した歌い手がすごい年を取ってから自分のセルフカバーするとなんか全然歌えないじゃないですか、はい、なんかそれはそれでいい味だったりするけど、なんかそういうことも含めてできるとかでき続けるとか、さっきの三好先生の話で言うと、なんかアウトプットに注目するだけじゃなくて、なんかそうなった時にこういうふうに練習したらいいっていうのとセットの話になってるじゃないですか。そうですね、はい。それはすごいいいと思ったね。思いました。ありがとうございます。